やっぱ景色いいな。前にカヨと来た時と一緒。ここはさ、カヨの説得に成功してコンビ組んだ、まあ記念の場所。最近記者として自分を見つめ直して、だからまた来ておきたかったんだよ。それでさ、君に話が。ごめん。部長？あの稽古通ったんだ。あんな尖ったのゴーサインか。やるじゃん。部長の協力もあって回答記事の特別企画やってんだ。回答団そのものよりもその存在を生み出した社会の病巣に迫るてなノリのジャーナリズムでね。娯楽記事に見せかけて中身は硬派ってのがいいでしょ。まずは手に取ってもらわないとさ。上層部は反対だったんだけど、この企画かなり評判良かったんだよね。無視できない販売部数になったし、私と部長の処遇に困ってんだってさ。でその隙をついてさらに追加記事ぶっ込むつもり。ありがとう。売り上げに貢献頼むよ。例の指導の腹心の件もこっそり少しずつ準備を進めてる。必ず真相を暴いてみせるよ。カヨに誓ってね。改めてアンガとね。諦めそうになった時、君が何度も背中を押してくれたんだよ。ここまで来れたの君のおかげね、海藤君。あの部長の改心、まんま海藤事件と一緒の事象じゃん。しかもあのタイミング、狙ってやれんの君だけっしょ。ララちゃんは海藤ってより怪獣？あ、やべ、むちゃ怒られる。ここんとこの取材で確信したんだ。怪盗団ってのは本物の貴族だって。弱者救済、悪党成敗、全部本気でやってんだよね。社会悪を暴きたいって意味では君と私の目的は一緒だろ。だから君の正体についてはする。社会悪と戦うためにここは共同戦線と行こう。君がいなければ戻れなかったよ、ジャーナリストとしての自分に。ね、情報操作の垂れ込み屋が私の情熱まで操作しちゃってさ。この恩はいつか返させてもらうからね。それでいつか一緒に報告に行こう。カヨに全て終わったよってさ。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、悪魔の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。でさ、
この後どうする？未成年と楽しめるとこなんてね。遊園地とか？あ、それか。そういうことさらっと言うね、君。つうか、今そう言おうと思ってたんだよ。料理あんまうまくないけどさ、ごちそう作るし。驚いた顔すんなって。ジャーナリストだってたまには自炊すんの。ゆっくりしたくてさ、君と。おいしいもん食べて、甘いもんも食べて、ゴロゴロしてさ。君の自由だよ。